スピリットアゲゾスピリットアゲゾヘリがすごい飛んでますね。うわ、こんな近くで見えました。儀式をやっている。下にもそっちの儀式が下にも映っているということですね。で12枚先の奥に、人差し指でつながる世界。ダメだ。海沿いに来るとやっぱボート、ありますが、まあ、クルージングも結構ね、チャンネルではやってますが、こちら A のピラミッドがありますね。展示場ですね、これね。あそこの上で結構撮影とかもやってたりしますので、海外っぽい。というわけで豊洲ウォーキング、本日は寿司を食べた後にちょっと日光浴をしながらね、ライフロム TV に来ております。まああれですね、アクアティクスセンターとかね、いろいろあると思いますね。はい、そうなんだ。そうですね、うん、あ、ビッグサイト見えますね、あそこね。はい、あ、本当だ。東京タワー見えますよ。頭、先っちょの広くて頭、先っちょチロチロ、先っぽだけ寝てるくせして、半分寝ながら、いつもの王子じゃないのよ。もうね、なんかね、もういい加減にしろよ、もう。ちょっと反省したもん、俺。さすがに年上はあれ、あの態度はさすがにちょっとねえなと思って。マークついたパトカー、こんなあるわけねえじゃん。いきなり寝てたくせに。もうね、3分前ぐらい寝てたのいきなり起きて言い出すの。起きた途端あれはだって聞かされたらさ、それはふざけんなとなるでしょ。すごいよ。こっちは寝てんだぞ。こっちは寝てんだ。待って待って、どっちが今の正解なの。どっちも、どっちも言えますからね、これ正しいことしか言ってないのに。いやいやいや、そこはね、あのね、だいたい金沢のあそこの交差点のね、裏前側を俺は親切心で皆さんに教えてあげたんです。そういうのを人もいましたよったら親切心、有益な情報ですからね。そう、私はでもまだあれは調査中なんでまだ信じてませんからね。あそこからほら、ほら、あれでトリさんがトリさんになるか、ミキさんになったことホラさんになるか、その境目ですからね。真実は一つ。というわけで、ぐるり公園というね、こちら、豊洲はこうやって歩くとね、ある意味すごいという、ね、都市伝説でございますね。すごいですね、これだけど。あ、このオーシャンビューですね。オーシャンビュー。年間100万ですか。ピラミッドあるけどオーシャンビュー。ミキさんが跳ねるんだろ、これ。ほとんどミキさんに跳ねられちゃう。すごいですね。これが築地の近くにある不思議な場所。はい、というわけで、築地の方でね、素晴らしい美味しいお寿司を食べに来ております。はい、すごいですね。すごいですね。寿司はもう観光な感じで、先にね、ゴートゥーイートしていきましょう。あ、もう待ってる。それでは、こんな感じ。今でもちょっと抑えてる。そうなの。あ、そうですか。ちょっと健康もやしばっかだけどね。
ちょっと痩せたかなって。私も今そう思ったんだけど、ちょっと痩せたかな、うん、こちら本ミルガイですね。生ナコですね。本ミルガイ。ミルガイ。生ナマシ。今ね、もやし炒めにハマってた。いろんな味付けして、うん、はい、というわけで寿司一通り食べましたね。どうでしょうか、美味しかったでしょうか。美味しかったです。炙りが美味しかったの。やっぱり美味しいね、寿司ね。市場で食べる。まだ今年ね、残り3、4ヶ月ありますが、寿司はどのくらい食いたいですか。残り 100日ぐらいありますか。私明日もお寿司なんで。私昨日もお寿司だった。3日前もお寿司だった。めっちゃお寿司食べる。めっちゃお寿司から逃げられない。逃走中。逃走はしてない。逃走してないけど ね、 そうですね。まあでも年末まで結構、ね、お寿司食べる可能性がありますよね。いっぱいありますよ。大好きなんだ。私大好き。お魚が好きなんですよ。あ、そうですね。まあ、ここには映ってないですが、僕の右にいる妖精の魚スイは陳情しない。好きなの分かるでしょ。そうですね。一番奥の人はお酒を崇拝してるよね。まあもうなんか普通に、もう違う人になってますね。普通になんか市場に食べに来たなんかおじさんみたいな。スイッチ入っちゃってますからね。あれもうこっちのカメラ見てないですからね。一人だけなんか違う世界なんですよ。なんかいろいろ奥の方で男性を2人を、まあ、秋はお酒も進みますからね。というわけで、ね、次行ってみよう。というわけで寿司屋はどうでしょうか。マイユ。いや、うまかったね。お酒のスイッチ入っちゃいましたね。寿司屋どうでしたか。いや、最高にうまいですね。やっぱりね、新鮮ですね。新鮮。どこか知ってますか、ここは。もう溶けちゃう感じでしたね。あの口の中で溶けちゃう。溶けちゃうね。じゃあ次行ってみましょうかね。はい、行きましょう。というわけで、ここからはね、スピリットな、スポットを行きたいと思っておりますが、皆さん全国でご存知のラボですね。ラボ、ラボで、ラボに行っちゃいますね。チームラボで、ちょっと花、ここのチームラボは何ですか。花っぽい感じなんですね。どうなんですかね。私も初めてです。私も初めてです。ちょっと盛り上がっていきましょう。来ました、チームラボ。ドド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 レイプラモ TV チームラボ行っちゃいまーす。チームラボ行きまーす。行くよ。というわけでチームラボ入りました。これは壁の方に向かって立ってどっち行くんですか。あ、右、左、左ですかね。左に行こうかな。というわけで、あ、今一瞬どっかに妖精が映りました。機敏な動きでした。機敏な動きでした。そうですね。壁にぶち当たるのか。もくちゃんの守護霊かもしれませんね。それで行ってみましょう。でチームラボ来ました。皆さんよろしくお願いします。ここから先が、素足で行かなきゃいけないのでね、盛り上がってスピリット上げたいと思います。天然がいますね、今日はね。あ、こちらこそ。あります。フェイスシールドなんですが、やっぱり。ちょっと前途多難なチームラボ。だけど僕がいたら
この星のように輝いている。迷い込んだその先には真の理想郷。まっすぐだったね。あれ同じとこでしょ、多分ね。さっきお姉さんたちが見たかった。うわ、綺麗、すごい。本当の自分は鏡の中にいるかもしれない。異次元の世界、そして妖精が映り込む。もちろん妖精はどこからも逃げられない。自分っていう気がしない。ボクちゃんだよ、ボクちゃん。ボクちゃんです。鏡に映るボクちゃんです。これが本当の、あ、向こうに妖精がいる。妖精が消えた。そんな感じだ。やばいやつだ。ちょっとバスケット、バスケット。というわけで、チームラボをちょっと体験してきました。というわけで、久々に男3人という感じでね。まあ先にちょっとトークしちゃいますが、都市伝説スピリット祭りとしてね、こちらを撮らせていただきましたが、合わせ鏡にありましたね。あれがすごかったですね。ちょっとなんかね、3人並んで女性がね、あの美脚やってましたが、向こうの世界ではモイドルさんに言いましたからね。更新してましたね。そうですね、あれたまにね、鏡の向こうの人が動くっていうドッペルゲンガーね。そう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 、あれは不思議だったな。この動画撮り始めた時も意外に後ろに妖精がいましたからね。うん、確かに。そうですね。まあ私たちはこの後ね、スピリットという中では肉を、まあね、デジ級なBBQをやってきますが、やっぱりお二人は肉を食べると上がりますかね。上がりますね。上がりまくりですね。上がりまくりですね。そうですね。感じちゃいます。